実在生ミリオンアーサーのナレーションをやってます私銀河ちゃんです。とうとう実在生ミリオンアーサーも最終章を迎えるんだって。思えばリエンスちゃんが出てきていきなりズバッとやられちゃう超かませ犬ぶりから始まり、ブラちゃんがやられ、ユリエンスちゃんがやられ、ロットちゃんがやられと、まあ見事にやられまくったワンクール。あ、そうだ、マーリンちゃんもやられていた。ヘヘペロ。これでブリテン国に平和が訪れると思ったら大間違い。ここからいろんな伏線を回収するんだって。なんでもお水を飲みづらそうにしているラーメン屋の兵士がスナック三姉妹にラーメンの出前を届けに時空を超えてタイムスリップ。そこで兵士と魔女が酒を飲み交わしデュエットして、あんなことやこんなことまでというのは嘘で、3人のアサー同士が戦うことになっちゃうというのが本当。ケンちゃん、ギーちゃん、マーちゃんが切るわ切るわ、それはもう。それに伊達男、モドリちゃんと僕らのニムエちゃんが大活躍。そうそう、それに最後はとてつもないガスボスが出てきて、ああ、ソーランのブリテンに平和は訪れるんでしょうか。いよいよクライマックスを迎える実在生ミリオンアーサー。とにかくあとワンクール付き合ってちょー。実在生ミリオンアーサーのナレーションをやってます私銀河ちゃんです。とうとう実在生ミリオンアーサーも最終章を迎えるんだって。思えばリエンスちゃんが出てきていきなりズバッとやられちゃう超かませ犬ぶりから始まり、ブラちゃんがやられ、ユリエンスちゃんがやられ、ロットちゃんがやられと、まあ見事にやられまくったワンクール。あ、そうだ、マーリンちゃんもやられていた。ヘヘペロ。これでブリテン国に平和が訪れると思ったら大間違い。ここからいろんな伏線を回収するんだって。なんでもお水を飲みづらそうにしているラーメン屋の兵士がスナック三姉妹にラーメンの出前を届けに時空を超えてタイムスリップ。そこで兵士と魔女が酒を飲み交わしデュエットして、あんなことやこんなことまでというのは嘘で、3人のアサー同士が戦うことになっちゃうというのが本当。ケンちゃん、ギーちゃん、マーちゃんが切るわ切るわ、それはもう。それに伊達男、モドリちゃんと僕らのニムエちゃんが大活躍。そうそう、それに最後はとてつもないガスボスが出てきて、ああ、ソーランのブリテンに平和は訪れるんでしょうか。いよいよクライマックスを迎える実在生ミリオンアーサー。とにかくあとワンクール付き合ってちょー。